人、物、金をテキサスへ CCIM のルークです。アメリカ連邦最高裁判所は12月7日に選挙の規制を決める権限は州議会のみにあり、州裁判所も介入できないとする独立議会議論、これ ISLT と言いますけども、これをめぐって口頭 弁論を開きました。最高裁がこの理論を全面的に認めれば、今、いろいろと問題になっている、えー、郵便投票、これを大幅に制限するなど、正しい選挙への道を開き、アメリカの選挙制度に大きな影響を与えると言えます。私、8月15日の動画、 米大統領選にルール変更論の中で、まあ割と詳しくお伝えしていますが、アメリカの最高裁は来年、2023年の夏までにこの判断を下すとしています。最高裁は今、この審理しているのは、ノースカロライナ州の連邦議会会員の選挙区割をめぐって、まあ訴訟が起きているんですね。 共和党が多数派を占める衆議会がこの決めた区割りについて、州の最高裁判所は共和党を優位にする恣意的な区割りで公正で自由な選挙を定めた州憲法に反すると言って却下しました。衆議会はこれを憲法違反だとして、連邦最高裁判所に提訴しました。 衆議会側の主張は ISLT を根拠としている合衆国憲法には連邦議会議会選挙や大統領選挙の実施方法はその州の立法府が決めると記述してあります ISLT をこの支持している立場としてはこの立法府を衆議会 と、ま、文字通りに解釈し、憲法は、衆議会が、衆裁判所への介入を受けることなく、選挙のルールを決める権限を保障していると主張しています。これに対して、ISLT 批判派は、衆憲法に基づいて設置された、この衆議会は、衆憲法を、ま、住所しなくてはならず、州 裁判所による介入が可能であると反論しています。口頭弁論でリベラル派のケーガン判事は i s l t について通常のチェックバランスを排除するものだと批判しています。衆議会が極端に恣意的な選挙区割りをする恐れがあると警告したわけですね。 一方で、保守派のアリート判事は、選挙区割をこのめぐる政治的論争を、衆議会から選挙で選ばれた州の最高裁に移すことが、民主主義の促進になるだろうか、と述べるなど、ISLT に理解を示しました。最高裁には9人の判事がいます。 そのうち3人がリベラル派です。このリベラル派の判事3人は i s l t に反対しています。保守派の判事のうち3人は一定の支持を示しました。そして、ロバーツ長官を含む他の保守派判事の3人は中立、 または、えーまあ、会議的な発見が目立ちました。この ISLT は、トランプ前大統領陣営が2020年の大統領選挙の結果を、まあ、覆す根拠にしようと試みたことで、えーまあ、脚光を浴びたんですね。最高裁判所の,この判断次第では2024年の 大統領選挙にも影響する可能性があります。ぜひともここは元々の憲法に基づいた判断をしてほしいと思っています。以上、テキサスのルークでした。チャンネル登録よろしくお願いします。